はい、皆さんこんにちは、カリアです。プロスペースオリックス人生企画の続きをやっていきたいと思います。はい、久しぶりの動画投稿になりますね。はい、ということで今回はですね、イベントの報酬開封でございます。今回もですね、待って、めっちゃあるんだけど、あ、そうか、助っ人外国人の、プロスピパークのイベントも、報酬もあるのでめちゃくちゃ溜まっておりますね。はい、48枚だって。はい、まあ早速ね、引いていきたいと思います。まずは、B ランクですかね。 B ランクを引くのにももう全然引けないや。マルティネス選手と、ガーバー選手。おー、マイク・ガーバー。はい、じゃあ続き引いていきます。ちょっと B ランクだけでも結構ある。はい、10枚ですね。引いていきましょう。山本選手、岩下選手、小川選手、岩下選手、西浦選手、大島選手、ガーバー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 、どんだけ出んねん、ガーバー。はい、でした。はい、続いてまだあるかな。 B ランクあるね、あるね、あるね、めちゃくちゃある。終わった。よし、3枚スキップ。丸選手、岡本選手、亀井選手、オール巨人。はい、さあ、あとですね、 A ランク契約書ですね、引いていきましょう。 A ランクが1、2、の3、4の自チームは置いとくとして、5の5枚。外崎選手、エチバリアロッテですね。上茶谷選手、オーガーバー、はい、と森選手。はい、さあ、あとゴールドが3枚引けるので、まず3枚引いちゃいましょう。3枚、いけ。サノンチャンス。はい、まあ B ランクですね。はい、加山選手、福田選手、ゆうへい選手。はい、はい、じゃあゴールド残り引いていきます。1、2、の3、4、の5、6、7、8、9、10、いってみよう。サヨナラのチャンス。お、燃えたけど A ランクかな。お、アーリエ、いいじゃん。はい、小深田選手、岩崎選手、中村拓也選手、牧田選手、木村選手、木浪選手、遠藤選手、比嘉選手、田中和樹選手。マジか、アリエルは嬉しいよ、キャッチャーだしね。そう、ドラゴンズはね、あの加藤拓磨選手が、ロッテにね、トレードで移籍になっちゃったんで、純正オーダーで今キャッチャーいなかったんですけど、いや、これは嬉しい、やった。さあ、残りが、ゴールドが、何枚あるかな。1、2、3、4枚引いていきます。サヨナラのチャンス。サヨナラのチャンス。はい、川越選手、サンチェス選手、福選手、小郷選手ですね。はい、OK。 あとは、S ランク 30% と S ランクか。ここでもう1枚 S が引けると大きいよね。
行ってみます。セーブ早速ね。まあ今度はオリックスの選手が出てくれるといいね。もっとね、サヨナラのチャンス、サヨナラのチャンス、うん、あらこっちが A ランク臭い。おー、宮崎選手、はい、 OK ということでラストでございます。あとは、残っている S ランク契約書ですね。まあ S ランクはそうですね、まあ、本当にあとはオリックスの選手誰もじゃない、まだね持ってない選手いっぱいいるんで、引けるといいなっていうところですが、そうね、キャッチャーの若月選手やっぱり欲しいですね。キャッチャーがね最後まで揃わないっていうのがねドラゴン純正オーダーの時もあったので、できれば若月選手あたりが出てくれると嬉しいですね。行ってみましょう。さあ、お、ホームランで逆転サヨナラのチャンス、最後、さあ行こう、さあ引きすわ、うん、はい、うん、持ってる選手でしたね。オリックスだったんですが、はい、OK ということで、じゃあちょっとね今回出た選手を見ていきません。はい、アリエル・マルティネス選手ですね。ミート・パワー70と74、総力が59、はい、ファーストとキャッチャーなんだね。まあレフト適正も一応つけといてほしかったな。はい、まあレフト守ることもあったからね。あったっけ、なかったか、一軍だとファーストか、あれレフト守ってたっけ、なんか若干レフトを守ってた記憶がある。去年ねビシエドが怪我した後はファーストを守ってた記憶があるけどね。うん、肩は A ですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか、もうね、外国人キャッチャーですよ。まあでもドラゴンの純正オーダーのキャッチャーがね、これでまた埋まったのでいいですね。はい、で一応ねプロスピセレクションが一応出たんですが、今回ちょっとエナジーが足りないので、エネルギーが足りないのと、一応これこのシリーズ無課金でやってるので、ちょっと今回は引かない予定です。まあ今回の新イベントでも S ランク契約書は出るんですけど、あれが出ない、セレクション限定が出ないので、一応ちょっと今回は、見送る方向でいきます。はい、そうね、まあオリックスでいうとね、平野選手抑えがね、抑え中継ぎが増えるっていうので良かったんですけど、っていうところだね。まあそれ以外にもマー君だったりだとか、山田テスト選手とかね、丸選手とか、まあ山崎選手とかね、はい、あとはそうね、まあ涌井選手もかな、はい、かなりいい選手がいっぱい揃ってるので、まあできれば引きたかったところなんですが、エナジーがちょっと足りないので今回は見送らせていただきます。はい、ということでオリックス純正オーダーですね、一応現在こんな感じでございます。はい、あとは、野手が4人で、ピッチャーが、あと1人か、あ、2人かな、はい、そうですね、ただまあ今のロメロ選手が新外国人の方で出ているので、ロメロ選手は今育成をしているところで、まあ、ロメロ選手がここに一応入れば、このロメロ選手がね、純正オーダーに入って S ランクになれば野手はあと3人になる、ね、なので、全部で残り一応5人かなっていうところですね。はい、まあオリックスはそうですね、まだまだちょっと時間かかるけど、なんとか100以内には終わらせたいなというのが、今の観測、希望的観測です。はい、そんな感じかな。ということで、まあオリックス純正オーダーは今のところこんな感じでございました。で、そうですね、今回からですねプロスピ妖怪道というちょっと新しいイベントがね、出てきたので、まだちょっと始めてないんですけど、またやっていければと思います。はい、次回はこのイベントの報酬開封やっていこうと思いますので、見ていただければ嬉しいです。はい、そう
そうね、まあ一応オリンピックがね、あるので、プロ野球も一時中断というところで、あとなんだっけ、練習試合というか、があるみたいですね。はい、まあちょっとね予定が合わず見にはいかないんですが、この機会にねドラゴンズもちょっと今だいぶ打つ方、まあまあピッチャー陣は本当に頑張ってると思うので、野手陣がだいぶね、ここで、奮起できるといいのかなというふうには思います。はい、というところで、まあ今回はね、こんな感じで終わろうと思います。次回はプロスピ業界道の報酬開封やっていきますので、見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。